皆さんこんにちは。外の気温が高くなり蚊に刺される季節になりましたけれども、先日鼻先に止まった蚊を慌てて叩き落としたら唇の上で潰してしまった投資家カモオラレです。さて今回の動画テーマですけれども、先週の NTT 株25分割の後編の動画続きということで、焦点を当てるのは圧倒的な定位株になるというポイントです。前回の動画では分割による闇、良くない面というのをご紹介しましたけれども、今回は光の方、希望の持てるデータ及び投資するタイミングとして魅力的なのかどうか、焦点を当てる定位株という一般的な特徴、そして最近の株価の動きというのをご紹介したいと思います。最近は分割銘柄増えましたけれども、 NTT 株のようにもともと値傘株ではない株価水準からわざわざ分割、それも25分割というとてつもない大きな数字ということで、分割して定位株に持っていくというイベント自体がそんなに起きないことかと思います。そういう意味では最近の値傘株の分割銘柄と比較するのではなく、従来から株価自体の数値が非常に小さいもの、定位株、この仲間入りをするということで、そちらの銘柄と比較するのが良いかと考えます。今回も面白いデータと最近の投資資金の流れというのもご紹介したいと思いますので、よろしければ最後までお付き合いください。さてこちらの動画ご覧いただいている方は、ほとんど皆さんが NTT 株に起こっていることをご認識なさっている上かと思いますが、今 NTT 株1株あたりだいたい4000円前後の値段がついています。これをですね、6月の月末、あと3週間程度ですけれども、25分割するということなので、単純に発行済みの株式数が25倍になるということで、めんどくさいので5枚しか書いていませんけれども、この1枚の株券が25枚にずらーっと分けられるということで、株価は価値が25分の1になって、だいたい160円前後になると見込まれます。そうするとですね、160円の株価というのは一般的には定位株のジャンルに入ってきます。一株当たりいくら以下になったら定位株の範疇に入ってくるというような定義はかっちり決まったものはありませんが、だいたい3桁の値段の株価というのは定位株の中に入ってくると捉えられています。さて後編では定位株というポイントに焦点を当てていくわけですが、まずご覧いただきたいのは投資信託のランキング。全然関係ないじゃないかと思われるかもしれませんが、実はですね、この中に定位株にまつわるものが入っているんですね。こちらご覧いただいているのは1年間のシャープレシオがいい順の投資信託。シャープレシオというのはリスク、ブレ幅に対するリターンの大きさ、いかに効率よくリターンが上げられるかという指標になりますが、国内株にまつわる投資信託でシャープレシオのランキングをご覧いただきますと、一番上はあまり聞き慣れない三菱 UFJ の東京関連オープンという投資信託、そして8位までは最近入りの配当関連の銘柄、あるいは小型株にフォーカスした投資信託などが入っています。このシャープレシオのランキングの中でリターンだけを見ていくとずらっと 20% 前後並んでいますが、その中で一番リターンが高くなっている投資信託、こちらですね。6番目の定位株オープンというファンドがあります。このファンドはリターンが高いにもかかわらず6位に入っている理由、それは他の投資信託よりもブレ幅も大きいということですね。ただこの1年間堅調な推移であることは事実。そしてなぜこのランキングにしたかというと、つい先月までは日本株投資信託の中で1年間のリターン、このランキングでもリソナ中小型株に次ぐ2位に入っていた。ただ足元の株価の上昇で少しランキングが変わってしまったということで、こちらのランキングをご覧いただいているわけです。非常に好調なパフォーマンスを見せている定位株の投資信託ですけれども、基準価格の推移と純資産ご覧いただきますとこちらですね。基準価格は局面ごとに上下動ありながらも、基調としては右肩上がりです。そしてご覧いただきたいのは、下の棒グラフ、純資産の変化ですね。昨年末12月末時点では40億程度だった投資信託が、約5ヶ月ちょっとでかなり買い込まれている。直近の純資産は90億円程度と、倍以上に膨らんでいますね。さらにこちらの投資信託は最近曰く付きの日興アセットが運用しているファンドですけれども、野村アセットでも定位株関連の投資信託があります。こちらは割安というバリューの要素も加えたものになっていますが、こちらの純資産の変化もっと凄まじくて、
昨年の12月末時点では25億円弱だったものが今や180億円まで伸びている。いかに定位株が今年注目を浴びているかというのがお分かりいただけると思います。そして NTT 株も25分割をしたら160円と定位株の仲間入りをするので、こういった定位株の投資信託ファンドたちにもし組み入れられることになれば買いの需要が集まるということで追い風になる可能性は考えられますね。ではここからは NTT 株が定位株の仲間入りをしたときに、今ご覧いただいたような投資信託あるいは定位株を好む投資家に買ってもらえる銘柄なのか、それを詳しく見ていきたいと思います。まず定位株オープンがどのように銘柄選定を行っているかご覧いただきますと、まずは定位株の抽出ということでトピックスを構成する銘柄の中で3分類、値傘株、注意株、定位株と分ける、つまり株価水準が低い部類の3分の1、ここに入ってくる銘柄が対象となる。そして信用リスク銘柄などの排除というのは運用会社独自の投資不適格銘柄の除外ですね。これは我々にはどうやっているかは分かりません。そして上から3番目のところ、投資対象銘柄の選定ということで、業績およびバリュエーション、収益予想なども加味して質の高い銘柄を選んでくるということですね。メインとなっているのはこのトピックスを3分類した定位株、そして業績バリュエーションのデータですね。このあたりを見ていきたいと思います。まあ、そうするとどのような銘柄が出てくるか、当チャンネルで名物としています5項目5段階評価。これで定位株投資信託に含まれている銘柄というのをご覧いただきますと、まずサイズのところですね、時価総額が大きい銘柄というのを順番に並べますと、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、ゆうちょ銀行、日本郵政の順番に大型株も入っているというような構成。株価水準だとほとんどが3桁の定位株ですね。一部1000円を超えるものもありますが、日々の株価変動という意味では許容される範囲かと思います。そして銘柄の特徴を表すクオリティ、バリュー、グロース、それぞれの評価をご覧いただきますと、バリューの銘柄が多いような印象を受けます。割安銘柄が多く組み入れられているようですね。せっかくですので、今度は株価の低いものから順番に並べていく定位株本来の形、これで見ていきますと、やはり先ほどと同じくバリューの評価が高い銘柄が多いように見受けられます。そして株価なんですけれども、一番低い198円をつけている筑波銀行、定位株というともっと低い株価、3桁にすら達しないような銘柄もたくさんあるかと思います。ただそういった銘柄は業績およびバリュエーション、これで弾かれているということですね。まあ、そうすると適正な評価をされている銘柄という意味では、定位株とはいえ最低200円ぐらいはマーケットで見積もられているという状況ですね。さて今回分割になる NTT 日本電信電話ですけれども、参考程度に KDDI とソフトバンク同業他社もつけておりますが、分割後は株価が160円程度ということで、すでに組み入れられている定位株の投資信託の中で最も株価が低いものになっている。投資信託、つまりプロの定位株運用者が評価する上でネックになりそうだなと考えられるポイントは2つ。1つ目は圧倒的な株価水準の低さですね。すでに保有している銘柄の中でも最も低い株価をつけている銘柄よりもさらに低い株価になってしまうこと、はっきり言うと分割しすぎていることですね。そしてもう1つはバリューの項目、 NTT および同業他社も含めてあまり割安ではないというポイントがもう1つのネックになりそうなところです。先ほど投資信託2つご覧いただきましたけれども、少なくとも割安定位株の野村アセットの方はこちらのバリュー項目、相対的に割安ではなくなってきているところが引っかかるかもしれません。さてここまでは投資信託プロの運用者が見る定位株、先に個別の銘柄というのをご覧いただきましたけれども、ファンドの特徴というのを、そこに組み入れられている銘柄全体の定位株の特徴、これを見ていきたいと思います。まず5項目5段階評価の項目、これを市場平均と比較したときに、この中でテクニカルというのは株価の特徴ですので、タイミングによって大きく変わりますが、上の4つは銘柄の特徴、そして定位株の特徴というのは市場平均と比べるとやはりバリュー、割安の銘柄が多いということになります。グロース、成長性に関しては市場平均と大きな差がなく、サイズやクオリティの面では市場平均よりも低くなる傾向にあるようですね。先ほど個別銘柄ご覧いただいたときに、バリューの評価が高い銘柄が多いように見受けられるというのは
正しい認識だったということですね。そしてこれらの項目を評価している細かい指標、どういったデータを使っているか一部ご覧いただきますと、一番上クオリティに関しては ROE や自己資本比率、 ROE だけを見ると市場平均 7.6% に対して定位株に関しては 7.96% と、投資信託の銘柄選定というのはこのあたりも銘柄の質の高さとして指標の一つに取り入れているようです。 NTT に関しては 15% 近くありますので、ここはそこまで問題にはならないでしょう。そしてバリューの評価、割安かどうかを見極めるためには PBR や PER を使っていますが、これは定位株ファンドの方が市場平均よりも圧倒的に小さい数字が並んでいます。 PBR は市場平均 1.8 に対して定位株は 1.2 とかなり低い。このあたりは低 PBR の銘柄が資金流入集めているという最近の株式市場の流れに沿って定位株のパフォーマンスを押し上げている一因と考えられます。 NTT 株は PBR 1.6倍、 PER は11倍ということで、定位株の仲間というほど低いわけではないんですけれども、市場平均よりは低いという微妙な立ち位置ですね。そして PER について NTT は11倍程度ということで低いじゃないかと思うかもしれませんが、以前別の動画でお話ししたように PER というのは銘柄の特性というよりも市場が評価する株価水準によって変わってくる、企業側がどうにかテコ入れできる指標ではないという意味で、 PER の E の部分ですね、利益の成長、これはグロースの面に入ってくる EPS と同じ E ですけれども、この3年平均の利益成長を見ると定位株少しですね、市場平均よりも低いとはいえ若干低い程度と、平均するとEPS もそんなに悪くないわけですが、 NTT に関しては利益成長があまりない。過去3年間でも一番高い年で 8%、 このあたりも優良な定位株と評価されるためには少しネックになるかもしれません。逆に配当利回りに関しては市場平均 2.4% に対して定位株の平均 3.05% と高い水準になっています。そして NTT 株の配当利回りもちょうど 3.08% と定位株の平均水準とほぼ同じということで、こちらは問題ない項目と言えるでしょう。ということで定位株の特徴については、バリュー、割安性が強い、そしてサイズは小さめになる、配当利回りは高めになるというところでしたけれども、それを踏まえてですね、定位株のパフォーマンス平均がトピックス市場全体と比べた時に過去10年どのように推移してきたかご覧いただきますと、こちら青線が定位株、そしてオレンジがトピックス、ほとんどの期間を通して定位株がパフォーマンス優位になっていますけれども、特に強かった期間というのは2017年、そしてコロナショック後に一度トピックスに追いつかれますが、直近の足元のところですね、再び青線の定位株がトピックス市場平均を引き離すパフォーマンスが優位に立っている動きになっています。このあたりはやはり定位株だからというよりかは、定位株の特徴としてバリュー、割安性の強い銘柄および配当が高い銘柄が多いというのが特徴、マーケットでも注目を集めている銘柄、株価が上がっている銘柄になっている環境かと思います。ということでここまで後編ご覧いただいて、 NTT 株も定位株の仲間入り、特徴としてはネックになる部分もありましたが、株価水準自体は160円でダントツの定位株になる一方で、企業規模は超大型株、安定性という意味では配当利回り含め評価が高く、定位株ファンドもその規模感から組み入れざるを得ない存在となるかもしれません。最後にこの動画を作っていて一つ頭をよぎったのは、これだけの規模感の分割はほとんど見られない一方で、逆に併合したというような銘柄は何個もあります。定位株から脱却するために併合する、一番最初に頭に浮かんだのはやはりみずほフィナンシャルグループですね。数年前まで100円単位で推移していた日本一の発行済み株式数銘柄でしたが、10株を1株に併合する、併合というのは分割の反対なので株価水準が高くなる方向になります。ちょうどそのみずほ株の併合について調べていた時に分かりやすい表がありましたのでご覧いただくと、議決権の数、併合前、つまり NTT の場合ですと分割後、株式がジャブジャブと数多く流通している場合ですね。そしてこちらの議決権、みずほ株でいうと併合後、そして NTT 株でいうと今現在の分割前の状態、そうすると NTT の場合はですね、議決権の数が右側の状態から左の状態になる、つまり莫大な数に
増えるわけですね。そして上から4番目例4にも現れているように、従来議決権を持てなかった人にも発生するようになるということで、前編の闇の方でご紹介したように、大株主にとっては議決権の存在価値が薄まるということで、NTT の企業経営を良くしようと議決権を行使するような株主からは今回の分割魅力ではない、敬遠されるとお話ししました。そもそも冒頭で申し上げたように、最近は株式分割が様々なネガサ株で行われています。ファーストリテイリングやファナック、新越化学、東京エレクトロン、ディスコなど軒並みネガサ株が分割を行っていますが、あくまで東証が適正な最低単元の購入金額である株価水準になるように指導している。そのレンジというのは500円から5000円、つまり100株買うと5万円から50万円の範囲内で収めてくださいというか、その方が好ましいですよと上場基準の一つの目安として提示しているのに従って、各社ネガサ株は分割を行っているわけです。今回の NTT の場合はですね、もともと4000円ということでレンジ内に入っていたものをわざわざ25分割して160円にする、つまりレンジ外に持っていくということで東証に逆らっているわけですね。ということで一番最悪なシナリオは、 NTT 側がこの大規模な分割を行ってみたはいいものの、やれ議決権、やれ株主総会の案内、莫大な株主に送らなあかん、コストはかかる、手間はかかる、 D ポイントも上げなあかん、ああ困ったなともし思った時に、あ、そういえば東証は500円から5000円のレンジにしておけよと言っていたなと思い出したかのように、なんや言い訳みたいに使ってですね、今度株価水準が低すぎるんで併合しますとか言い出すと最悪です。なぜ最悪かというと、例えば500円を超すために5株を1株今度併合してきたとしたら、160円から800円になりますけれども、400株以下しか持ってなかった人は併合すると100株未満になるということで、議決権はないわ、墓部は残るわ、マーケットで売却はできなくなり、しかもNISA枠を使っていたらとんでもなくめんどくさいことになります。分割の場合はそこまで売り圧力も心配しなくていいですが、併合の場合はそういった墓部というのをマーケットではなく証券会社相手にさばいてきて処理してもらうという形になりますので、まあ、まさかですね、25分割する段階で想定していなくて、ちょっとやりすぎたから5株を併合するみたいな形にならないかだけは、まあ、今まで何十年も何回も分割してきているので、取り越し苦労、余計な心配かと思いますけれども、知識の一つとしては頭の片隅に置いておいても良いかもしれません。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。